こんにちは、ひかりです。今回はね、ちょっとね、なんか、イオン的なショッピングモールでね、ガチャポンをね、結構回してきました。はい。あ、結構って言っても、も今回少ないな。はい。まあね、いっぱい回してたんだけど、だけど、今回紹介するのはね、そうそう、この、この子から紹介しようかな。おそう。今回動画にするのはこちらですね。ババン。一回200円のガチャポンの割には、ちょっと箱が多、箱っていうか、カプセルが大きいな。 こちらです。ババン。お昇水坊やです。まあ、しょんべんこぞって言われるやつですよね。で、まあ、メーカー希望小売価格。200円。うん。エポックはね、200円のガチャポン多くて、僕好きですね、まあ。エポックはでもクオリティ低いのもあるんだけどね。で、こんな感じ。まあ、ボトルキャップだよね、これ。ペットボトルキャップになるってね。 ボトルキャップなんだけど、まあ、ちょっとクオリティ高いかなっていう。まあ、ノーマルがちょろちょろで、で、そのブロンズバージョン。で、まあお浄水がうねうねするのがあるんだね。ホワイトとブロンズがあって、お浄水が吹き上げるのが、まあホワイトとブロンズがあると。やっぱホワイトがいいなと思ってましたね。まあ、ブロンズの方が、まあ、高級感はあるんだろうけど、まあ、やっぱお浄水坊やって言えばね、はい、まあ、ホワイトなんですけど、今回は、じゃじゃんホワイトでしかも、 あ、でも、しかもでもないか。ノーマル。うんー。どうなんだろう。これってノーマルっていいのかな一応これ、こ,こあれはボトルキャップにつける方だね。で、これだけだとフィギュアになるんだろうけど。こんな感じで、はまるのかなまあ、はまるね。これね、なんで買ったかっていうと、まあ、面白いっていうのもあるし、200円っていうのもあるんだけど、トミカダウンとかにも合わせやすいなと思って。はい、こんな感じでーす。ちゃんと、クリア、タイ、クリアですね。 これ、普通にさ、あんま見かけないけど、最近。よくこんなの作ってよね。お、なんか、この、なんか、石像みたいな感じになってさ、ちゃんと汚しも入ってていいね。クオリティ高いんじゃないいや、これ200円の割には、しかもね、俺思ったよりでかいな、これ。やっぱボトルキャップサイズにするから出やかなきゃいけないんか。でも飲み物の上にこれを置くっていうのがまた面白いよね。それを飲むんだからね。 ちょっと面白い発想だね。そう考えると。おしょうすい水坊や。あ、この出てるところはちょっとリアルにはなってないんだね。ちょっと顔怖いけどね。でもなんかリアルだね。リアルと思ったより。汚れが入ってるとはな。こういう汚し塗装みたいな。うん。これはね、最近のガチャの中ではちょっと、 うん。なんか、コスパがいいというか、珍しく。最近ね、やっぱ値上がり傾向にあるからね、もう500円のガチャポンが結構当たり前になってきてるじゃん。まあ、その割にはいいと思います。うん。ただね、今回で言うと、やっぱこの辺のね、ふざけたやつがちょっと、当たりかなって感じ。当たりっていうかまあ、醍醐味かな。ホワイトのこの辺の、これとこれが結構いいかなと思います。まあ、これはね、普通に使けやるけどね。 トミカの街に置きたいと思います。はい。今日さ、お弁当をお昼にさ、3つ食ったわけ。だからさ、苦しくてさ、だからあ、こう喋ってると戻しそうなんだけど、いやばいんだけど。だから喋るのは大変です。はい。ということで今回は、えー、ガチャポンのお昇水ぼや紹介しました。はい。まあ、いつで、いつ頃出たやつなんだろう、これ。 いつ頃かなわかんないけど、まぁ、あ、エポックのやつで1件200円なんで、まぁ、あ、ぜ買ってみてください。回してみてください。ということで、この動画が良かったなと思ったら是非評価ボタンとチャンネル登録、コメントもお待ちしております。それではまた、バイバーイ。